皆さんこんにちは。2020年の10月の15日木曜日になりました。星ドラ5周年おめでとうございます。まあ気づけばね、あっという間でしたけれども、約5年もね遊んできたんだなぁと思います。でサブチャンの方でもね、まあお祝い的な何か雑談やろうかなと思ってますので、今日はとりあえず福引きですね。まず3万じゃ、いやこれすごい嬉しいですね、3万ね。そうなると僕10万4000になるのかな。で若干ちょっと今ね重いのかな、ソフトが、ソフトっていうかあのアプリが。で10万4000あって、まあ34回引ける形ですかね。まあざっくり計算ちょっとちゃんとしてないんで、はい、不死鳥装備ですよね。はい。で細かい話もしたいんですけれども、でもあっという間ですね、おそらく。で嬉しいことにですね、名流11連初回無料もあります。ただこれがね、あの名流等と名流槍探検とは分かれておりますので、名流等の方が11連無料、まあでもこっちの方が多分嬉しいかなと思います。では炊き出しから引きます。いやー杖欲しいな。でルビー杖はまあまたね、あの覚醒錬金で多分とんでもないことにはなるんでしょうけど、はい、じゃあねですね。で最近僕すごい引き悪いのであんまり自信ないですね、今回。でとりあえずやっぱ防具はある程度欲しいかなと思っているのと、杖どうか、でもなんか杖買うの1本出したら撤退でもいいような気がするんですけどね。さあ11連来い。おおお、まあいいですね、対象が結構出ている。よし、この勢いで、では、引いちゃいましょうか。ラーミア装備狙うは、まあ武器はやっぱ杖は1個は欲しいかな。戻る。11連ですね。はい。これ、ちょっと待って、もう一回。これ、ループあるんですけど、僕はちょっとループじゃなくて、はい、通常の方で行こうと思います。11連。さあ、勝負だ。来い！止まった！何か多分不死鳥杖、もう体した、いいですね。はい、いやーでも年末年始もうすぐですからね、止まっない。まあここで桃屋ポイントね、たくさんまた貯めるってこともできますからね。よし、防具はね、まあ下以外は欲しいよね。来い、途中しかって、止まって、よし。さあ何か、おお体上、はい、ありがとうございます。いや本当年末年始もどうなるかですね。まあおそらくラーミア装備のなんか武器追加でも、そうしたらまた来ますからね、ラーミアが。違うイベントになるとまた、ボスがね、それに合わせて新装備が来るのかなとも思うんで、ちょっと読めないですやっぱね。来い、途中しかって、オッケー、止まって止まって止まって、うわー止まらない、体に行こう。まだ武器が出てません。でもなんか EX が最初から溜まっているっていうのはかなり使いやすいと思いますね。はい、来い、途中しかって、止まって、よし来た、武器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 、おお盾、いいですね。やっぱね、あのまずアムドとか、まあ EX って30秒止まって止まって止まらない。あとね、トリリオンダガー欲しいんだよな。まあ今回入ってるか分かんないですけど、やっぱね30秒で EX でガツンと CT 減るのは、あれはちょっとねどうかなっていうのあるんでね。
ああ、いや、このパターン、でも止まってくれればいい。止まんない。流れ悪くなかったんですけどね。要は、打ちたいタイミングでやっぱり EX 打てるっていうのは、まあ、覚醒 EX で、まあ、皆さん経験あると思うんですけど、来い、途中光って、止まんない。好きなタイミングで打てるっていうのはすごく魅力的だと思いますね。なんかちょっと外してきたんで、一回切ります。来い。止まんない。いや、なかなか、あと、多分合計で400連も引けないので、そうですね。来い、途中しかって。あれ、マジか。止まってくれればいいんだけど。やばい。これちょっとやばいぞ。まだ武器が出てません。なんかね、途中やっぱ引かなくなってきてしまいました。来い、途中しかって。あれ、このパターンやだな。マジか。いや、ちょっと 12.5 だからね、途中もっとちょっと光ってくれないと。来い。嘘でしょこれ。止まっ、よし、武器、杖、よし、まず1個ゲット。ただ今頭が出てないのか、頭と斧1本ずつとりあえず出したいですね。いや、確定で出たのはでかいぞ。いや、でもこれあれ3積みできるってすごいですね。でもね、来い。あと斧と頭がちょっと欲しいですね。でももう少しジェムは余裕があるので、引きたいと思います。来い。止まらない。まあでも防具すごくね優秀。でも下か。はい、とりあえずね、半分の5万までは引いていこうかなと思います。あとやっぱ頭ですね、ちょっと欲しいなと思ってます。来い、光って。止まんない。そうですね、まあ斧もねちょっと使ってみたいんですけれど、やっぱ斧のスキルってあんまりね持ってないので。来い、途中。止まって。止まらない。だんだん引きがなんか悪くなってきた気がする。あっという間にもう5万いっちゃいますね。まあ最低限杖が出たのと、まあ縦体上、下は出たんでね。来い。止まって。よし。頭ですね。斧よりは頭の方が欲しいかな。おお。まあでも斧いただきました。斧はでもやっぱ2個欲しいよね。メラ特攻にしたいかな。止まった。頭。ああ、これちょっと神引きした感じですね。やっとですよ、ここも、2020年いっぱい欲しいのがこうして連続で出たのは初めてかもしれない。あと、杖はまだ欲しいな。斧ももう一個欲しいですけどもね。いや、でも斧一個引いちゃったらもう一本欲しいですよね、これね。来い。ああ、光んない。何か出てくれ、対象。あとちょっと2回だけ引きます。で、今回取り急ぎは、一旦5万で僕ちょっとストップしようかなと思いますね。はい。途中お願いします。光ってください。お、いいですね。斧。ああ、こんなに光ったのに残念だ。ラスト。はい。
やっぱね、こんだけ強い装備が出てきちまったんで、ちょっとね、あと竜の女王もやっぱ気になるんでね。最後だ。斧、杖。いや、出なかった。はい。一旦ストップしたいと思います。で、雑談だけして、まだわかんないです。残り全部5万も突っ込むっていうのもありかなとは思うんですが、少し雑談もしたいのでね。はい。で、ここからはですね、ちょっと武器の話をしたいかなと思いますんで、雑談だと思って聞いてください。なので、ガチャ動画、一旦ここで終わりです。で、追撃の可能性はありますので、また撮るかもしれないです。はい。ですね、まず、杖に関しましては、まあ、1個は出たので、一応、進化玉はぶっこんでみようかなと思ってます。で、下の S、これはね、もう予想してたんですね。まあ、そもそもやっぱ、ルビ杖の覚醒で、まあ、S、黄色、ネズミは出るんじゃないかなと思っていたんで、ルーンの杖2個をですね、とつらないで取ってたんですね。なので、まあ、最悪ですね、マギラミや、アルテマで構成もできるかなというところで、とりあえずは今はこのまんまの状態でもいいかなと。はい。まあ、できたらね、バギラミアで、こう3つ入れたいっていうのは、入れてみたいなっていうのはあるんですけれどもね。はい。まあ、でもやっぱりね、これはもう EX がすごく魅力的。もう暴走しますからね。だからこれは、やっぱり連続魔法が、ね、溜まった瞬間にやっぱり EX 入れてあげるのがいいですよね。うん。で、頭に関しては、そうですね、やっぱりこれ、はい、突然画面が真っ暗になってしまいました。半日ぐらい経ちまして、朝起きて今編集してたんですけれども、映ってなかったですね。まあ、なんとかガチャの部分だけはある程度取れたんで、よかったにせよ、ちょっと雑談が中途半端になってしまったんで、また後日やります。で、半日の間に追撃もしました。これ追撃動画また出します。でですね、今回5周年の話もしたいなとか、ラーミア装備ここどうなんだろうとか、でもこれからこういう可能性広がるよねっていう雑談もぜひしたいので、まあ順を追ってね、動画もアップしようかなと。本当は5周年もこのガチャ動画だけでも終わりにしちゃおうかなと思っていたんですけれども、意外とね、なんかツッコミどころ満載なんですね。そして24日、竜の女王新装備来ると思ってまして、まあスケジュールを見ると、ツイッターで新しい方の公式の出ているものですね。24日にシルエットがあって、これ竜の上装備と照らし合わせてみると一致しているんですね。で、前回の竜の上装備って新武器追加なかったんで、ここはさすがに新武器追加あるかなと。そう考えると割と予想は悪くなかったんじゃないかなと思っていて、まずラーミア装備来るよって話をしていたのと、まあ、竜の女王も来るよと。で、メイリュウに関してはおそらく年末へのつなぎじゃないかということで、一応ガチャは来てますけど、新装備は追加やっぱなってないですよね。だから、コンとブーメランのやっぱりパンチが、まあ、良かったっていうのはあるかなと思うんですよ。わかんないですけれどもね。と、あとはまあ一部では竜人と王者剣あたりの錬金覚醒の、予想されていた方もなんか耳に入っているんですが、僕はそれはないと思っていたので、動画には一切そんな話してないんですよね。なので、大体そうなると合ってたんじゃないかな。外れたのは超級職の新職がまあ追加されなかったってこと。これ情報ってあったん、多分ないですよね。ただまあ転生という形で何か強化はあるみたいなので、まあ超級職のパワーアップも一応視野には入っているそうですね。はい。まあいつかね、ブレイブと逆のものをセットできるような、まあ超級職来たら面白いなとは思ってまして、まあそこだけかな。はい。で、今回ね、斧も引き当てた人もいるし、杖も引き当てた人もいると思いますし、まあ、全部当たらなかったっていういろいろもうあると思いますよ。今後結構ね、ガチャもなんかきつくなってくるなと思っていて、一応ね、追撃はしたんですけれども、ジム自体は温存まだしてます。やっぱ24日の竜の女王と。で、まあ、先に少しだけ話すと、まあ、やっぱりね、このラーミア装備ですね。まあ、不死鳥ってちょっと言いにくいんで、ラーミア装備って言いますけれども、EX 使ってる間は強いんですけど、その他はじゃあどうなのかなっていうのもね、もう少し情報欲しいかなとも思いますし、そうですね、この
性能で他の武器、ハンマーとか剣とか出たら、もうこれもう絶対欲しいなっていう風にやっぱ思いますよね。今回斧めちゃくちゃ思ったよりも強いっていう印象があって、まあ両方ともねもうすごいですよってレビューではもう話していたんで、結構僕的にはその通りかなと思っているんですけれども、あのやっぱりね斧スキルですね、はい、若干やっぱり全体的に重めなのと、なかなかこれだっていうスキルがないので、だからやっぱりね年末年始とか、ラーミアまた来るか分かりませんけれども、追加ハンマー槍探検剣んハンマーと槍と探検と剣ですね、そうですね、この4つは僕はちょっと気になっているんで、まあそれらが出たらちょっともう絶対引き当てたいかなと。で、まあ、今全部ジェム使ってしまうとやっぱりねその部分が引けなくなるので、本当は欲しいんですけれどもね、完璧な状態で、ただここは一旦温存しといて、やっぱここまでの装備が来たってことは未来がちょっと見えてきた部分があるんで、その辺の雑談をまたしたいと思います。ではなんか中途半端になっちゃいましたね。なんか最近機材がね、前回もなんか音声ノイズ乗ってたしっていうのがあるんですけれども、また次回の動画でお会いできればと思います。5周年楽しんでいきましょう。さようなら。